ではキャッチフレーズをしていこうと思います。行きます。福井県といえばカニ恐竜はいヒユカありがとうございます。坂川ヒユカでございます。はいということで皆さん結構ね本当にいつぶりだろう七月二十六だったかなさっきツイッターでいつやったっけと思ってぶりです。 もう一ヶ月以上経ってしまいました。そして今日はなんと八月三十一日ということで八月が終わってしまいます。パチパチなのかわかんないけど、でも八月終わるとさ、さ、八月終わるとすごくあのー、夏が終わる気分になっちゃうんですけど、皆さんはいかがですか？いかがお過ごしでしょうか。サブちゃん、表彰金かなありがとうございます。 そしてなんとね今日で7五五が終了ということで悲しい今日は朝からはいあのー、米編っていうんですか押してたんですけど皆さんたくさんコメントありがとうございますちょっとねまだ返せてないコメントもあると思うのでほんとすみませんでも返せる限り返していこうと思うのではい 寂しい本当にね7五5のコメントで皆さんが長文で思い出とかこの7五5をきっかけに仲良くなれてよかったですとかもうすごい嬉しいお言葉を送ってくれてうんなんかもうずっとか返してたかったずっとこの辺したいと思ってました、うん、ありがとうございます本当に私もね7五5で皆さんと ちょうど私が入った時はコロナ禍でなかなか皆さんと会う機会がなかったのでそう本当に唯一会話とかコミュニケーションを取れる場所が755だったのですごいねそういうきっかけになった755がなくなってしまうのはすごく寂しいんですけれどもはいでもまだ755がなくなってもこうやってショールーム配信だったりとか、まあ、今 ツイッター X だったりとか、まあ、他にも直接会えるねイベントとか、まあ、お話し会とかもあるので、はい、ぜひねそういうところでも、はい、会いましょう皆さんこれからもよろしくお願いします。<laughs> チョーキングさんチョーチンかなありがとうございます、はい、ということでですね今日は何を話していこうかなと思って、まあ、お久しぶりの配信ということで7月26日ぶり。 もう夏はね、結構私いろいろありまして、もうずっと話したいって言ってたんだけど、ずっと話せなくてっていう。うん。しおりんさん、レインボースターありがとうございます。けいしんくん、ハートありがとうございます。はい、ということで、まあちょっとね、思い出をいろいろ振り返ろうの回です。皆さん一緒に。もう夏が終わってしまうんだよ。<laughs> 夏が。 終わってしまうよ。皆さん。<laughs> どうします？<laughs> どうしましょう？おたまやみかさんたまやありがとうございます。島田和幸さんかな？提灯ありがとうございます。振り返ろう。パチ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 。まず、夏は何があったかな？私うんまあ、でもチーム4。コンサートが一番最初かな？ はいチーム4コンサート皆さん改めてありがとうございましたいやー本当にねあのー、めちゃめちゃ素敵なコンサートになりましてですねあのー、いろいろいっぱいお話ししたいんですけどプラメでね結構自分の気持ちとか瀬取りについていろいろお話ししたんですけどあのチーム4で私ですね兼任してから あまり思うように活動できていなくってあの公演もまだ一回しか出れてなかったりとかうんそうやってチーム4としてあまり活動ができていなくってそうだから私はチーム4に対して何ができるのかなって思ってそうで今回これがもう最後のコンサートで なんかね兼任したばっかりなのにえー、もう終わっちゃうのっていう感じでそうだから本当に私は何ができたんだろうってめっちゃ思ったんですよこの休止するってなってねうんででも私がそうやって福井から来た時に本当にチーム4の先輩が皆さん「ヒューか」ーって。 言っってくださったりとか私いつも本当にキャリーケースを持ってレッスン場に行くんですけど「え今日来たの?」とか「お疲れ!」とかすごい本当に優しいお言葉をかけてくださってもう多分人一倍迷惑かけてるじゃないですかレッスンも参加できなかったりとかそんなキャ,キャリーケースを持ってきたりとかそうなのに本当にチーム4の先輩方はめちゃめちゃ温かくてはいもうチーム4に。 兼任できてよかったなって改めて思いますはいそうだしやっぱり私一番後輩であのー、ねその「17人姉妹」という曲をそうですあのやったんですよチームコンでそうそれでなんと末っ子で最後キャリーを持ってまあサラダを持って、はい、出させていただいたんですけど その時練習の時にもなんかキャリーを持ってて私のあれ自前のキャリーなんですけどそうそれねこうやって引っ張ってたんですけど「ひゆかはそれ福井から持ってきたの?」って言われて「はい」って言って「可愛いね」って言ってもらえてもうキャリーを持ってるだけで可愛いいって言ってもらえる世界線って多分ここしかないんじゃないかなと思ったぐらい本当になんかもうありがとうございますという。 本当になんか幸せ者だなっていうか、めちゃめちゃ愛されてあのそ育ったというかもう本当に。何でしょうね？うん、幸せでした。はい。そうだから、その分本当にこの期間で先輩方ともたくさん仲良くなりましたし、お話したかったなと思ってた。先輩ともお話できたりとか。 やっとここで私もちゃんと1位になれた感じがしたのにもうラストだったのがすごい悲しいです、はい、そうでも特にねこの期間でクロスさんクロスはるかさんとお話しする機会が多くってあのクロスさんがめちゃめちゃお話をしてくださってそう私がね一人でいる時とかに。 ゆうかちゃんって声をかけてくださってはっと思ってそうめちゃめちゃね気さくに声をかけてくださってね好きな食べ物はとかもう本当に些細なことをお話ししてくださってもうなんてお優しいんだろうって思ってそしたらあのー、情報がちょっと流れてきましてあの今一番仲良くなりたい人はってなんか聞いたんですかね誰かがクロスさんに。 そしたらひゆかちゃんって言ってくださったみたいで本当に嬉しいです本当にありがとうございますもうこんなこんなありがとうございます黒須さんに誰かお伝えください本当に助かりました練習期間本当に嬉しかったですまたぜひお話しましょう <laughs> はいあとはもう皆さん本当にねメグさんももちろんそうですし あやみんさんもそうですしもう皆さんが本当に優しくってうんめちゃめちゃチーム4で良かったなって思いましたそしてコンサートも大成功という感じでとっても楽しいコンサートでしたしもうさしさが最後勝っちゃってあの誰よりも私が多分泣いてて本当にお恥ずかしいんですけれどもはいすいませんあのそれぐらい本当にチーム4が大好きでなんか終わる てしまうんだって思うとはい悲しくて悲しくて、はい、しかも最後のその曲がその卒業メンバーさんを見送る曲で最後「翼はいらない」でもう,う <laughs> ってはいなってしまいましたはいもうあの時もう踊ってる最中に皆さん先輩方が <laughs>「 ゆうかちゃんみたいなそうびっくりして,してらっしゃってほんとすいませんと思ってうんそうだからもう寂しい今も寂しいですサムネイル公演ももうあと少しですかねうんはい出れるように頑張るのでぜひサムネイル出た時来てください <laughs> ねもう悲しいですサブちゃんさんととありがとうございますそうであとはやっぱりねキャプテンがナルさんだったのはすごい大きくって私の中でそうチームメートでもご一緒させていただいてましたしナルさんは本当に周りをしっかり見てらっしゃってあのー、最後ね私がナルさん ありがとうございましたって写真撮ってもいいですかって言ってねえー、ええち,ちょっと待ってね G S さん熊ありがとうございますフロストさんも鳥ちゃんありがとうございますそしてヒロさん熊のなんだこれは打ち上げ花火ありがとうございますありがとうございますはいというかんあのはいそれツーショットを撮ってもらったんですよ。 ナラさんありがとうございますっていうところで撮っててでありがとうございましたみたいなこうやって挨拶したらいや本当にあの福井からわざわざ来てくれて頑張ってくれてありがとうねって言われたんですよ <laughs> もう大号泣ですよあの頑張ってくれてありがとうねって私がもうそれはナラさんに一番言いたい言葉って。 なるさんがこのチーム4のセトリもですしそういう構成とか演出もう全部考えてくださってたんですよ本当にそうあの別のお仕事で一緒だった時もずっとチーム4の瀬取りを考えてらっしゃってここはこうした方がいいかなとかあとここはこうした方がみんながなんかメンバーがもっといいようになるかなとか本当にチーム4のことを 誰よりも考えててらっっしゃってそうだからナルさんにそれを言われていや私は本当にナルさんにその言葉を返したいですし本当にお疲れ様でしたという気持ちでしたでしかもライブ中にねめっちゃ嬉しいことがあってあの「永遠より続くように」をやったんですよはいめちゃめちゃいい曲ですよね大好きなんですけどそれでその撮影タイムだったんですね で、まあ、ちょっと好きに移動できるよっていう感じだったんですけれども、あのー、私が、まあ、ちょっとこっち側、下手側にいたんですよ。上手側か。まあなん、どっちでもいいんです。いたんですよ。で、そしたらね、なるさんが、横に来てくださって、ええ、みたいな、私も、 えっと、もう「なるさん?」と思って「う」ってまずその時点になりそうだったんですけどまあこれえましたとで。そしたらまあ写真撮影なわけじゃないですかだから一緒になんか「イエーイ!」みたいな感じでやっててで私がちょっと「あハート作っちゃおうかなすいませんけどハートお願いします」と思ってこ,こうやってやったんですよ。でねそこで皆さんちょっと。 ハート作ると思いましたよね皆さん。ハート作ってくれるとキャーってなると思いましたよね私もそう思ってたんですよ。もうハート作ってくれるそるだけで、ありがとうございますた思ってたら、なんと、てもうね、びっくりびっくり。えっていう。えっていう。っていう。 やばいですよねもうびっくりびっくり私は「ええ,えなりましてもうその時点で大泣きですよもう歌詞もしみてもうその状況にもしみてもうやばかったですねそこからもう涙が止まらなかったですもう感動と嬉しさともうい,いろいろ気持ちがはい混ざっちゃってはいもうやばいですよねあの瞬間はもう一生忘れません はい、ありがとうございました本当にも幸せでした私ははいもうだからもうそ,それからもうずっとうーってなっちゃってねえほに幸せです <laughs> 幸せでした <laughs> っていう感じですちょっとちょっと暑いなちょ,ちょっと暑くなってきたな <laughs> ちょっと落ち着こうという感じで <laughs> はいあちょっと暑いのであのちょっとおやつタイムいってもいいですかごめんなさいあのおやついきますなんと今日おやつを買ってきたんですよさて何のおやつを買ったでしょうかちょっと待っててくださいねさて何のおやつを買ったでしょうか 正解は、じゃーんなんと、初めて見たんだけど、お芋の小枝アイスっていうのがあって、多分これ期間限定だと思うんですよ。なんかすごい流行ってるのかなもう、秋じゃんと思って買っちゃったうーん。さつまいもだよ、もう。えぇ、ー、秋じゃんじゃあ、 これを食べながらまたお話ししていきます。いただきます。秋。もう私、秋大好きなんですよ。夏も大好き。全部大好きなんですけど。全部大好きなんですけど、秋は特に大好きです。ええー、すごえ、これなんだろ、周りは。 ええ、美味しそう。ラングドシャクランチー。おしゃれー、ではいただきます。<laughs> <laughs> うん。うん。やばい、ちょっと溶けてる。うん。 おいしいえめっちゃ焼き芋だえめっちゃ焼き芋です皆さん焼き芋焼き芋焼き芋だよええおこううん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  <laughs> うーんやばい 外はパリッパリでね、このラングドシャが、ちゃんと、その、その、のなんか、いい食感を生み出していて、中のね、これ見てください、見えるかななんかこう、こうなってるんですよ、見えるかな見えないか。いや中に、うん、うんソースが入ってるんですよ、だからに、2種類の味 お、味わえます。美味しすぎる。うん。見て見て。見えます。え、ね、すごい。え、なんか。一気に秋かも。 一気になんか気持ちが秋えうんこりゃ秋ですよ皆さん秋といえば皆さん何ですか食べてる間になんか出してください皆さん私がそれに触れまーすうーんあやばい うんいいねうんいやそうだまるの秋があるんだそうだそうだ秋といえば食欲これはもう食欲ですよ美味しすぎるうん栗とかもあるよね そうだよ、秋といえば私の誕生日もあるんですうんうんうんうっ剥がれてしまったうーんそう私の誕生日は何月何日でしょうか うんバニラの中じゃなくてこれはねバニラじゃないのなんだっけ焼き芋風クリーム焼き芋バニラだよすごいよねもう焼き芋なのだからやばい溶けてきた ピンポーン。正解は10月7日でした。107です。うん。うまい。皆さんは何月が好きですか私は10月好きです。自分の誕生日もあるし、ハロウィンもあるので、好きです。あと、秋、秋じゃん好きです。一番ちょうどいい感じ。 うん、うん、めっちゃ分かる秋の空が好きってコメント来てたんですけどめっちゃ分かりますいいよねうんあっ <laughs> うんうんうん うん <laughs>、うんあぶなおい <laughs> しかったです。 食べるの早いでしょう私意外と食べるの早いんですよ皆さんあでも食べるの早いのはあんまよくないですよねちゃんと噛まないとうんうんで皆さんは何の季節が好きだっけ春がいいっぱい来てたかなうん ね春いいですよね。確かに秋もいいですしね。はい。ということで、ちょっと夏の思い出に戻ろうかなと思います。夏、コンサートもありまして、その後何があったかなその後は、8月かなもう8月に入っちゃうか。何があった皆さん、思い出して サーリアルかその次が早いサーリアルねそうですサーリアル出ましたねなんと夏のお台場冒険王にサーリアルが出演させてもらいました <laughs> はいあのー、サーリアルはなんとリアルライブが2回目ということで本当にレアだったんですよ実は はい、サーリアルがもともとバーチャル空間で活動するアイドルということなのではいリアルでライブしかも外でフェスですよねほぼだからすごいねめっちゃ貴重でしたよ皆さん来てくださった方はいますか皆さん来てくれたかなあ,ありがとうございますねえ暑かったよね そう暑かったし皆さんの,その熱っていうかもうあ暑かったしすごいあちあちのライブでしためっちゃ楽しかったですすごくありがとうございましたあのー、あれです「レミ」とユニットデュエットか,デュデュエットかを2曲もさせてもらいました なんと「手も出もの涙」と「狼とプライド」の2曲をはいこの2曲はですねあのー、ライブの時にも言ったんですけどバーチャル空間の,そのみんなが聴きたいよっていう曲の投票で1位だった「手も出もの涙」そしてそれの2位だった「はい狼とプライド」をはい披露させていただきましたがいかかがでしたかすごいね徳川で2人でね そうやって出るのは本当になかなかないと言いますか珍しいのでそうでもよく考えると去年かな年か去年か去年か,かうんあの別のフェスでもわがままな流れ星を2人でさせてもらったりしてそうだから夏はなんか結構2人でそういうデュエット曲をすることが 多いのかなと思うので、はい、ちょっと来年も皆さん期待しててください。できるといいなと思います。ね。徳川仲いいの、え、これめっちゃ聞かれるんだけど、なんでだろう。めっちゃ仲いいよ。<laughs> 超仲いいです。もう最近もね、あのレミがあげてたんですけど、かき氷食べに行きました。二人で。またちょっと食べに行こうと思います。あとね、しずっこへもまた話すんですけど、一緒に出れたりとか。 すごい嬉しかったですそうだからね二人でそうデュエット曲ができてよかったですどうでしたか意外となんかテモデモの涙と狼とプライドは二曲ともちょっと違う感じじゃないですかテモデモはなんかクールな感じだけど狼とプライドはちょっと可愛い感じだったりとかそうねなんかいいよね一曲目と二曲目で違う感じが そうね、見たかったって方多かったかもあでも配信でも見れましたよねそう配信で見てくださった方もありがとうございましたそうだからサーリアルはすごい珍しかったしそうだねあとあれだあの配信になんか喋ったんですよ配信で配信向けに。 そう、なんかトークみたいなことをしたんですけど、そう、そのトークが、なんか意外と私が知らなかったことを知れて、意外とズッキーさんが朝弱かったりとか、ナルさんが結構早朝まで起きてるとか、なんかいろんなことを知れて、はい、すごい私も、えーそうなんだって思って、新しい学びが多かったです。はい。あと、セトリもめっちゃ良かったですよね。最初が。 わがままメタバースフライングゲットで私たちのユニットそして大声ダイヤモンド真夏のサウンズグッド久しぶりのリップグロスどうしても君が好きだワンダーランドいやー激アツセトリじゃないですかかなりどうでした皆さんもうねいいですよねそう ね超楽しかった。しかも、今回はアンコールがあって、そう、アンコールでワンダーランドを披露させていただいたんですけど、どうでしたか皆さん。もう、最後にね、ワンダーランドがフルサイズで、はい、披露ということではい、もう激アツセトリでしたよね。もう、ワンダーランドは皆さん見てわかる通り、めちゃめちゃ難しいんですよ。フリーも。フリーが。すごい。 頑張りましたあのどこだろうサビの後半の足をこうやってなんか「ふいっふいふい」いいってやるところがあるんですけどもうあそこもすごくてもう足をもう必死に <laughs> って動かしましたはい <laughs> そうでもあと皆さんがね「s h o w t i ってとこがあるんですけどそこでポーンってジャンプしてくださって。 すごいもうありがとうございますとっても私たちも楽しかったです <laughs> そうめっちゃ練習したそうみんなで何回も合わせてたくさん練習したんですどうだったかなねちょっとタイミング難しいよねど,ど,どこっていうそうでも皆さんすごかったですよもうちゃんとその時に「ジャンプ!」ってやってくださっててありがとうございます ね、そうわがままメタバースもいいしワンダーランドもいいしサウリアルの楽曲すごいいいんですよぜひ皆さんも聴いてくださいぜひともぜひともぜひとも,ひともはいそんな感じかなもう本当にね夏この夏フェス出れるかなってすごい不安で出た 去年がすごいたくさん出れた分、今年がちょっと厳しそうで、うわなかなか出れないかなって思ってたんですけど、はい、こうやってレアなサーリアルで、はい、野外ライブできてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。来てくださった皆さんも、すごいいい時間になりました。皆さんありがとうございました。はい。メタバースって何 あの、メタバースっていうのは、メタバ、メタバース、メタバースんメタバースって何 ?XR ワールドという空間があるんです。はい。そこでメタバースのアイドルとして、そうですね、バーチャル、仮想空間。そう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 ,そう。ありがとうございます。それです、それです。そうなんです。まあ、ちょっと非現実というか、そうですね、仮想空間ですね。 はい。そこの中で、そこの中のアイドルがサーリアルなんです。ぜひ皆さんちょっと見てください。覗いてみてください。サーリアル、VR、XR ワールド。ぜひ。お願いします。そうそうそう。バーチャルアイドルです。 はい、という感じでサーリアルは以上であとは何があったかなま二 !24 時間テレビに出演させていただいたんですこれだすごい皆さんたくさんありがとうございましたはいあの24時間テレビでねあの皆さんがあの 全国版に出ると思ってらっしゃる方もいらっしゃって、本当にごめんなさい。私のそれはちょっと伝え不足だったんですけど、今回は私、福井のローカル枠に出させてもらったので、福井でしか流れない枠だったんですけど、はい、そこで、はい、24時間テレビ出させていただきました。ありがとうございます。嬉しい。そう、本当に、あの、昔から毎回見ていた24時間テレビに、 こうやって福井県の代表として出させていただくなんて、もうめちゃめちゃ嬉しかったですし、なんか光栄ですね。本当に。なんか、そう、すごい嬉しかったです。で、もうチャリティー、チャリティーシャツもう、めっちゃ可愛くって、そう、なんとピンクで。で、しかもね、あのお花が私のペンライトカラーにもなっていて、びっくりですよね。そう、赤とオレンジ色で、お これはもしやって皆さんも言ってくださってたんですけどそうびっくりしましためっちゃ可愛かったよねそうで私出て何をお話ししたかというとあの輝きちゃんのことまずは輝きちゃんの旅でどういうところ回ってどこが印象的でしたかとかどういうところが良かったですかとかお話ししてあとはそのこれから明日 つながるために今日したいことはとかいろいろお話ししたんですけど「輝きしの旅」はね本当に多分どれも印象的って言っちゃって本当にそのまんまでなんかどの回が一番印象的でしたかっていうのがなくって全部が印象的で全部が本当に一つ一つ思い出があるのでこれって一つにはもう本当に決められなくってそうでも本当に毎回毎回その一つ一つの旅でね 会う方がめちゃめちちゃゃ優しいんですよ皆さんあのー、分かると思うんですけどお話し,してるじゃないですか私がねそう本当にびっくりですすごい暖かいんです福井県の方はそうそこが本当に大好き福井の大好きなところっていうのをお話ししたりとかそうだなあとはうつながるために 来年春っていうか、決まったんですよそうよ、そうよ。北陸新幹線輝き。決まったんです開業日が。めでたいあの、告知しようと思っていたんですけれども。そう。なんと、決まったんです いよいよね、東京と福井がつながりますよ、はい。日にちはですね、3月16日ですかね。3月16日に開通します。もうやっとですよ。もう私も望んでいたこと。っていう感じで。あの、私は毎回、毎回ね、 福井から東京に新幹線を使わせていただいてはいでねそう時間がね短くなるんですそうさっきも来てたんだけど多分今は3時間20分とかかかってるのが2時間51分だっけになるのかな30分程度 ちょっと短めになるのかなそう嬉しいその30分はもうかなり大きいですよねそう乗り換えないのもいい <laughs> ありがとうございますっていう感じでそう嬉しいありがとうございますも私も助かっておりますはい ね、もう輝,輝きちゃん様々ですよねもう私がやっとねはい福井に来るということなんですけれどもいやーそうだからねすごい来年春楽しみもうまあとわずかだだって今日で8月終わっちゃって9月9101112123あと7ヶ月やばいやばいよもう少しだよわー 楽しみ。ね開通イベント行きたい。行けますように、願っておきます。そう、嬉しい。輝きちゃんでね、なんかいろいろイベントもしたい。期待はしてていいですよ。どヤや。という感じで。ね、たくさんイベントできるように私も頑張ります。おそして今まで以上に福井をもっともっと アピールします頑張るぞお <laughs> という感じでそ二24時間テレビ出させていただきましてそうでなんかなんて言ったっけな私はあそうで来年春つながると今まで以上に福井のことを知っていただく機会が増えると思うのでやっぱりまずは福井県内の皆さんとつながってそこから線路がつながったように 全国各地の皆さんとつながりたいですって言いました。そして最後はつながっていこっさって福井弁でしっかり締めさせていただきました。はい。そう。そんなこんなで24時間テレビは終わりました。でもすごいいい経験をさせていただきました。うん。ねもちろん、募金もしましたよ。 募金もさせていただきまし,たしあとあのー、見に来てくださった方もいらっしゃってそうねちゃんとご挨拶はできなかったんですけど皆さんありがとうございましたすごい嬉しかったです <laughs> そうそうしかもそう楽屋があったんです私専用のそうそうなんですあのー、楽屋坂川日向専用の 一人楽屋です嬉しいありがとうございますねすごいよねよかったです <laughs> そうそんな感じかなだからまたね来年もこうやって福井のことにねたくさん出させていただけたら 嬉しいなと思いますし頑張ろうって思いましたそうで友達もね見てくれててちゃんとそうみんな「見たよーひゅうちゃん見たよ!」って言ってくれてありがとうって言いました <laughs> そう久しぶりにあの連絡来た友達とかもいてそう嬉しかったですみんなありがとう見てくれて <laughs> なんか <laughs> 一人の友達は ちょっと私がめっちゃ見て視聴率上げるわとか言っててああありがとう <laughs> ああありがとうめっちゃ見るってどういうことと思ったんだけどそういっぱい見てくれたありがとうございましたねえそうだからやっぱ地元のテレビとかラジオとかもそうだしイベントもそうだけどやっぱり地元は私のことを知ってくれる知り合いの方とかもですし逆に私のことを知らない地元の方もですし。 すごいねやっぱ影響力があって新聞とかもそうだけどメディアはすごいよね特に地元はうんすごいなんかお母さんとかが特に言われててお母さんの友達とかそう嬉しいですありがとうございます是非見てくださいこれからも頑張りますという感じです だから嬉しいよねそうやって言っていただけるのうん <laughs> ありがとうございますではあとは何だ24時間テレビありましてあと何があったかなうん何があったっけ雫 あれアウトオブはいつだっけあ、アウトオブ48合格祈願さん、熊タワーありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、今日放送ですので、ぜひご覧ください、皆さん。ふるちゃんさん、ハートありがとうございます。そう、アウトオブも皆さん、いろいろ感想ありがとうございました。もう、とても、とても嬉しかったです。そう。 そして今日、今夜、合格発表ですので、ぜひ皆さんお見逃しなく、今までの集大成といいますか、もう最後なので、ぜひご覧ください。そうです。で、あとは雫か、雫はもう最近だもんね。昨日、おととい、おとといか。だね。 そう頑張りました4ヶ月ぶり約4ヶ月ぶりの雫公演だったんですけど皆さんありがとうございましたなんとしかもこの雫公演がなんと千秋楽最,最後の雫公演だ,だったということでもうねびっくりですよ私もうええー、って言ってそう悲しいそうでも そこでなんと私が彼女ポジを任せていただいたのでもうとっても嬉しかったですし光栄でした皆さんもありがとうございましたそうラスト彼女でしただから本当にねく公園で初めてそうやってソロで皆さんの前で歌唱をするっていう機会をいただけてたくさん成長できましたしそのソロをすることによって見せ方とか表情とかもいろんなことを考えて。 そうだからすごいありがたかったですあのポジションをやらせていただけてそう湯浅さんはありがとうございますさまさまですそうあっ美月君タワーありがとうございますありがとうごありがとうございますそう湯浅さんいらっしゃいました湯浅さんいらっしゃいました <laughs> そう最後ありがとうございましたって言ってくださったんですけどいやもうこちらこそありがとうございましたこんな素敵な公園を焼き鳥焼き鳥でしたそう差し入れはそう焼き鳥でしためちゃめちゃ美味しかったです何食べたっけなもも,も,も食べました美味しかったですありがとうございますそうねめっちゃ楽しかったよね雫もう,もうニコニコでした私 そうでもね実はめっちゃ緊張しててあの日何で緊張してたかと言いますと755でついつい皆さんに元気をくださいって言っちゃったぐらいなんですけどあのその前日が「24時間テレビ輝きちゃんの旅」のロケで当日入りだったんですよまさかのえという感じだと思うんですけれどもだからリハーサルとかそしてしかもルンバさんの卒業公演だったんですね だからその卒業ブロックとかも何も合わせられなくってで当日を迎えたんですよもう4か月ぶりです4か月ぶりでそうめっちゃ緊張してました実はもうねはいでも755でね皆さんに「元気ください」って言ったら皆さんがたくさん元気の元気がで出るコメントをくださったので。 そう皆さんのおかげでなんとか乗り越えられました皆さんありがとうございましたすごい嬉しかったですそうだからもうとにかく楽しもうと思ってルンバさんを素敵に最高なお見送りをしたいと思ってそうもうとにかく自分は全力でパフォーマンスをしましたどうだったでしょうか そう彼女ももうラストかと思ってそうでも私的に今までで一番私らしく歌えたじゃないかなって思いました <laughs> そうだからよかったです頑張れてねえ嬉しい やりきってましたね。そうやり,やりきりましたもう本当に。じ <laughs> 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 ゃじゃうじゃじゃうはっていう感じでやりきりました。もうねそう前髪も今みたいにもうこ,こんな感じでしたずっと汗だくで。そう本当にね私はすぐ汗をかいてしまうのでもう多分髪型とかビジュアルは。 多分今までで一番最悪だったと思うんですけどでもそれぐらい頑張ったということではい頑張った証拠です <laughs> そう頑張ったんですそうでルンバさんがね卒業公演だったということでもうほにルンバさんも今回呼んでくださってありがとうございましたもうファンの方がすごい「ルンバさんありがとう」って言ってくださってでそれを伝えたんですよ。 あのルンバさん今日本当に呼んでくださってありがとうございます私のファンの方も「ルンバさんありがとうって言ってました」って言ったら「見たよ!」って言われて「<laughs> どういうことですか?」と思って「とひゆかちゃん出て嬉しいって言ってたよね」ってルンバさんが言ってくださって「あそうなんです」って「えー、ご存知なんですか?」とか言って「うん見た見たで今日楽しもうね」ってもいつでも本当に明るいんですよルンバさんは本当に明るいんですよもう笑顔をくださるもう何だろう ルンバさんがいるだけで安心感がすごくってそう最後もねルンバさんらしい卒業コメントだったりもうドレスもなんですけどめっちゃ可愛かったよねドレスニャー KB ーだったっけなのドレスですよねめっちゃ可愛いところどころ猫の,あの耳がついててそうめっちゃ可愛かった そうだから本当にねルンバさんは安心感もすごいし何よりやっぱパフォーマンスもすごいじゃないですか見てわかる通りすごいよね後ろから今回の「しずっ子屋」も見てたんですけどすごいよねなんかもう誰,にも勝て誰も勝てないと思うあのパフォーマンスはいっつも楽しそうですよね本当になのにダンスもキレッキレで歌も大好き あのすごくお上手でやばいですよね <laughs> すごすぎるだから本当に憧れですし尊敬です本当に尊敬してますすごい翔くんだるまありがとうございます ねだからそう、卒業公演で出させていただいて、多分今回初めてなんですよ。誰かの卒業公演に出演したことが。そう、でもすごい嬉しかったですし、読んでいただけて。で、ルンバさんのね、その卒業公演ブロックも、よかの仕業めっちゃよかったくないですか私、その、リハーサルの時から、やばいと思って、ね なんであんなにすごいのだすごすぎるよねうんそうびっくりしちゃったうん素敵だねうんだから私もねあ いいつか歌っっててくださいださ「80年後のひーちゃんの <laughs> 80年後のひーちゃんの卒コン入るね」だって80年後私何歳だろう96歳よし任せなさい80年後ぜひ入ってくださいね皆さん <laughs> ねそうラストがジャーバージャ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 ,ジャ,ーージャっていう ね素敵でもルンバさんらしいよねああやって最後盛り上がっていきましょうっていう姿がすごいルンバさんらしいと思ってめちゃめちゃ素敵な公演でしたとっても楽しかった私もそうねだからもうねよかった私も出れて。 皆さんもどうだった見てくれましたか皆さん <laughs> ねえんうんうんねえそうだよね そう私も久々の公演だったからね皆さんとたくさん目があって嬉しかったです多分結構私の,そのペンライトを持っていらっしゃる方とかは目合わせたはず目合ったどうだった見てくれたみんなうんそうね 嬉しかったです。皆さん、ありがとうございました。<laughs> ね。ええー、よかった。よっしゃ。ちょっとまた、ぜひ。来てください。私が出てる公演に。また頑張ります。 画面いましたね画面も見たよいっぱい彼女とか画面見たよだから皆さんも目合ってますしっかり <laughs> しっかり目合ってますよねそうって感じかな8月はそんな感じか 7月,7月うーんなかなか濃い夏でしたわでも私やり残したことがあって全然プライベートのお話なんですけどあのプールに今年何も行けてなくって去年も多分行ってないんですけど泳いいででないんですよ実は私泳げるんですよあのバタフライももちろん行けますし平泳ぎとかもできるのですけど行ってなくってプールに行こっかなプールちょっとと思ってます 今泳げるか分かんないけど行きたいなんか泳ぎたいです今魚になりたい気分なんでかっていうと私は魚が最近好きで今日もお昼ご飯はあのサバを食べましたそうだからお魚になりたいなと思って。 魚魚魚魚にな,なりたいですね。気分魚みたたいいに泳,げ泳ぎ,泳ぎたいです、はい、おあそうだそう今回ねそうです。なんと新曲「アイドルなんかじゃなかったらの」のあのあれにアンダ二2 2の選抜がありまして。 なんと、そこに入らせていただいておりまーす。はーい。ぜひ、もうめちゃめちゃいい曲になってますし、MV 撮影ももう終わってるんです、実は。楽しみ、楽しみ。めちゃめちゃいいですよ。めめちゃいい、いいですよ。<laughs> まだ解禁はされてないので、いろいろまだ言えないんですけど、楽しみにしていてください。 嬉しいです初 MV でした私そう嬉しいそうだよ初 MV だよめっちゃ緊張したけどなんか楽,楽しかったうんねえどんな感じかなドキドキだねねえ あーそうだ、生誕グッズもね、あるし、お話し会もあるし、これからも楽しみですね。MV もね、解禁されますし、夏もとっても楽しかったですが、ちょっとこれからも皆さん、楽しみなことが、いっぱいあるのではいっぱいあ、ありある気がしています。私は。MV もだし、お話し会もだし、 楽しみ私も頑張ろう皆さん会おうねたくさんあであのお話し会10月のお話し会であの生誕ティーを着ようと思ってるので皆さん一緒に来てくださいお願いします今年の生誕ティーめっちゃ可愛いので買ってくれたかな是非来てくださいはいという感じでおそろそろ20時になりますね はい、ということで今日は8月ラストの配信プラスえー、はいあれですな,なんて言うとしたっけ夏の終わりプラスあれあれ <laughs> でしたー <laughs> 話まとまってなさすぎごめんなさいあのとっても 楽しい配信でした。久しぶりに皆さんとお話できてよかったです。また、配信しますね。振り返ろうの回ありがとうございました。はい。ということで、告知をさせていただくと、今日は、はい。改めて、アウトオブフォーティエイトの最終審査、最終合格発表か、の放送がございます。ぜひ皆さん、ぜひ、ぜひご覧ください。あとは、お話し会も。 待ってますよ私初めての握手会なんです皆さんたくさん握手してくださいお願いします握手しましょう待ってますはいという感じであ,ーあと755も今年こ今日でラストなのでぜひ皆さんコメントしてくださいでも755で会えなくてもねこうやって皆さんと会える機会をたくさん私も増やしていこうと思うので これからもよろしくお願いします。ということでランキング読んでいくぞどこだど,どどどどこだあった。ではいっきまーす。13位ごめん先生ありがとうございます。また見てくださーい。12位チョーキングさんアットマーク。君は完璧で究極のアイドルありがとうございます。嬉しい。 ぜひ、今日見てね。また、見てくださーい。11位、番星さん。ありがとうございます。また、見てくださーい。10位、うくん。あとマック、仕事中。あとマック、す、き、かな。ありがとうございます。また、見てくださーい。9位、ぶっほん99さん。ありがとうございます。また、見てくださーい。8位、けいしんくん。ありがとうございます。また、見てください。7位、みかさん。 米編とサラダ坂川が永遠に大好きありがとうございますもう悲しい755ねでもありがとうございますまた見てください楽居サったんさんアットマーク坂川さんはサバをさばサバおーいすごい坂川さんはサバをさばきますかダジャレになってるやりますねさったさんさばけますよサバをねサバっとね ありがとうございます。また見てください。5位、チョコミントさん、アットマーク。今日は一段と可愛くて、ドキドキ縄文時。みなさん、ダジャレブームかなありがとうございます。また見てください。4位、サブちゃん、アットマーク。夏の熱気が去っても、日ゆかの光はそのまま。ありがとうございます。また見てください。<laughs> 3位、ヒラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。また。 見てください。そして2位みつきくん、ありがとうございます。ありがたわ。すごいしずく公園最前でびっくりしました。ありがとうございます。また見てください。そして1位は青髪ひューは絶対合格ということでありがとうございます。ね、青髪なんです実は。そうアウトオブフォーティートだよね。そうインナーを入れてもらってすごいよねあれ。 ぜひ皆さん今日見てください。ありがとう。また見てくださーい。ということで。ラッキーカニカには、22位、ドヤさん。ありがとうございます。また見てくださーい。さあ、もう一人の方いきますよ。はい。お、61位、メグメグオさん。ありがとうございます。また見てくださーい。はい。ということで、皆さん今日はありがとうございました。はい。 では、今から私は755に飛んでいきます。皆さんも755に飛んできてください。あ,あと今日 TikTok を更新しようかななんて思ってますので、そちらも見てください。ということで、今日も皆さんお疲れ様でした。また9月、明日は9月、8月お疲れ様でした。明日からも無理せず自分のペースで頑張っていきましょう。ありがとうございました。では 私は755にドローンします。バイバイ。ありがとうございました。<laughs> じゃあねバイバーイ。